いや、創作がうまくいくことを願うよ。設計図はどこで探せばいい？他のウィッチャーについて話を聞こう。もちろん、誰から始めようか。グリフィン流派にはどんな話がある？200年ほど前に来た彼を師匠はよく覚えていた。そのウィッチャーは噂と違って感情的な男だった。彼はウッサー砦での依頼を受けていて、より上等な装備を求めていた。彼は師匠に設計図を見せ、手付金を払ったが、二度と姿を見せなかった。どうやらある晩、馬で砦から去り、それきり戻らなかったらしい。どこへ行ったかわかるか？いや、急いで去ったそうだから、何か忘れていったかもしれない。ウッサー砦には廃墟しか残っていないが、そこを調べたらどうだ。他のことについて聞きたい。じゃあな。良き放浪の旅を。ラファーグが言っていた廃墟の砦だな。見る価値はある。モンクレーンで何があったんだ？暗い伝説がつきまとう廃墟の城、盗賊によって何かの城の目をつかんでしよう。汗が滝のように流れて。門を起動させてどこに落とされるか確かめるか。門は嫌いだ。ウィッチャーは門でどこかへ連れ去られたのか。最強だな。一気に攻め。設計図の裏にジェロームの覚書がある。モローは結局息子がウィッチャーであることを受け入れた。
いや、捜索がうまくいくことを願うよ。何か作ってもらえるか。もちろん。じゃあな。良き放浪の旅を。